沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。ハイサイイグスイオニヘレビル、うちなわ手帳発行人の前城徳七デーブ、チューンいたしくおねげさびら。はい、はい、すよちゅうがなびら、チューンあちさいびんやさい、沖縄手帳発行アシスタントの与那覇仁エビン、いたしくおねげさびら。聞き手は沖縄留学中の FM 技能湾田辺幸です。今日も沖縄愛するくぬみっちゃいしをお送りしていきます、はい、さて、沖縄を愛するこの道足をお送りします。さて、この番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の暦、ターチ、今日はウチナークイズ、沖縄マニアは腕試ししてね、ミーチ、ジンのウチナー口講座、ユーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。クイズのコーナーにもお気軽にご参加ください。メールアドレスは okinawatechou 沖縄手帳 @gmail.com です。またユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。気軽にツイートしてください。またサイマル放送もやっております。リッスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組はマルマサ印刷と沖縄サービスの提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。はい、今日の暦をお知らせします。今日10月10日火曜日は旧暦の8月21日にあたります。10巻12週が、カノエ馬、6曜が仏滅となっております。過去30年間の平均天候確率が、晴れ 63% ということで、昨日ちょうどニュースで10月に入ってこんなに連続して30度を超えるのは120年ぶりというふうに言ってましたね。驚きです、これ沖縄手帳では沖縄気象暦っていう沖縄だけのこう統計に基づいた暦でやってるんですけど、まあ、それによると沖縄の秋が、10月8日からだったかな、なんですね。今言ったジェングさんが今言ったように、あの真夏日が終わるのは9月の多分11日頃ですから、例年より1ヶ月も暑い日が続いてるということで、これもう本当にびっくりですね、でも今週で随分秋が身近になってくると思います。はい、で、週回りが、中潮、週始めの、日の出、日の入り時刻が日の出が6時25分、日の入り日没が18時
8分となっております。満潮時刻が、このあと夜29時55分に204センチ、干潮時刻が、15時58分88センチです。今日の出来事が1944年に、十字空襲、那覇市が壊滅的な被害を、受けました。そのちょうど20年後、1964年の今日、東京オリンピックが開幕しました。そして1976年、具志堅用高ジュニアフライ級世界チャンピオンにと、はい、あります。はい、以上今週の暦でした。再放送をお聞きの方は、今日は10月15日日曜日となっております。さて、新年度版の2018年版の沖縄手帳が発売されております。はい、もう書店に並んでいると思います。2018年の手帳はホワイト、ピンクとブルーと黒で、ノートサイズは従来の黒とこの茶色の2種類があります。まあ、前にもお話ししましたけど、一番大きく変わったのは、小さい方の別冊資料、これが別だったんですけど、今本体とくっつけてます。なぜかというと、これをね、1年間でなくしちゃうという人が多かったんで、くっつけてくれということをしたんで、これをくっつけました。でくっつけることによって、なくならないということと、実は別冊資料のサイズが少し大きくなったんですよね。でページ合わせもして、その結果、自分の記念日などを書くマイメモリアルデーが増えるとかですね、あちこち使いやすいような工夫が出されていますので、ぜひ、手に取って見ていただきたいと思います。でこの沖縄手帳では毎年ですね、手帳の一番後ろの方に、面白い絵を描いてあります。去年は書道の花という字を出してたんですけど、これちょっと見せてくれるかな。今年はですね、金城太郎さんの小学1年生の時の絵で、ケーキが好きな王様、というのが出てます。カラーになってましたね。これまではこのページは白黒だったんですが、白とあと一緒2色ずりだったんですけど、カラーになってまして、とってもケーキが好きな王様、ケーキを目の前にして喜んでいるという楽しい絵が出ています。でなぜ沖縄手帳にこういうのが載せているかといいますと、これもうこういう作品を載せて5年目に入る6年目だに入るんですけど、日頃こう忙しいビジネスとかそういうことで手帳にたくさん書き込んでいる方が、一番開きやすいページを見るとですね、ホッとするようなひとときのある作品を載せるということにしています。こういう人たちは真の芸術というんですかね、他の人から見られることを気にしないでですね、書くことをとっても好きにやっているという人たちで、これを、生の芸術、木の芸術というふうに言っているんですけど、とても優しい、見る人をホッとするような作品が多いということです。忙しいさなか手帳に書き込みしながら毎日最後のページを見てですね、ホッとするひとときを持ってもらえればと思っています。今日も後でうちなクイズがありまして、その中で、正解者の方にリスナープレゼント手帳を差し上げますので、ぜひご応募をお願いしたいなと思います。先週もリスナープレゼント3名様ということでしたけれども、発表は今しますか？どちらでもいいですよ。はい、はい、ではたくさんの方からご応募いただきました、はい、感想付きでね送っていただきましたので、はい、お読みしたいと思います。まず発表した方がいいですよね。では、では当選抽選しましたので、当選者は赤峰さん、そしてルドロフさん、それから3人のママさん、おめでとうございます。カリウシデービル、はい、ではメッセージ読ませていただきます。ハイサイ、ヒジーからラジオチチョイビン、リュウブヤイビン、歴史の深さる部分教えていただいているので、生うちな勉強中の私の
私にとって力をいただいています。リクエストなのですが、ぜひ東宇多木舞り舞いで読み方合ってますかね。あがい舞い歌のことかな、何かな。いや、歌とは書いていないので、あ、はいはいはい、あの右岸行事のあがい舞いのことでしょうね、うん、のお話を聞きたいです。ウニゲーシーブサイビーン、あと手帳の代を希望しますということで、はい、これからも沖縄のディープな歴史、カタティ・クミソーリ、ニフェ・デイビル、ボディービルと来ております。ニフェ・デイビル。そしてルドルフさんから、いつも楽しく聞かせてもらっています。沖縄手帳発行人、前城様、与那覇様、ゆきさん、今日、あ、最近は YouTube です。ライブではなかなか聞けないんです。毎週沖縄の歴史文化をじっくりと紹介してくださり感謝しています。はい、こちらこそ。はい、そして、徳一さん、仁さん、ゆきさん、こんにちは。いつも楽しく番組を拝聴させていただいています。ラジオネーム3人のママです。今年もまたやってきましたね、沖縄手帳リスナープレゼントの時期が。実は私は去年も応募して当たりましたよ。すごいすごい。2017年は沖縄手帳をフル活用しています、はいはい、去年は徳一さんの声が渋くてかっこいいと送ったんですけど覚えてますか。、はいはい、初めてだったんでよく覚えてます。毎週ダンディーな徳一さんのしゃべり楽しみにしていますよ。ありがとうございます。以上です。いやいや、あ、緊張しますね。ということで今日も、あ、でこの、当たられた方にはあのちょっとしばらく待っていただいて発送しますので、うん、住所も、ね、書いていただいているので、はい、の今週では発送できる方多いですので、はい、はい、沖縄って他のレスナープレゼントとだって取りにおいでというのが多いんですけど、そうですね、ちょっとそれはね、あの本土の方で聞いている方も多いんで、日本国内であればあの郵送いたしますので、はいはい、住所もお願いします。はい、住所もありますので、あのしばらくお待ちください。楽しみにしていてくださいね。で今週も、今からやりますウチナークイズ、正解者にはまた追加で手帳をいただけるということで、はい、はい、ぜひあの前回ダメだった方もウチナークイズにもご参加ください。では次のコーナーです。ウチナークイズ、ウチナークイズ、ウチナーQ。ウチナーQです。はい、沖縄手帳の10月の9日、まあ、昨日ですね、はい、体育の日の方に宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルへ向け地球を発進した、まあ、SF で2199年、まだまだ先の話なんですけど、うん、あの未来歴史年表というやつがありましてね、その中に未来の出来事がいくつか載ってます。その中でちょっと面白いなと思うのをピックアップしたんですよ。その宇宙戦艦ヤマトに関する問題を出題したいと思います。はい、どこ行ったかな、ちょっと失礼。実際の戦艦ヤマトはあの沖縄戦の末期1945年4月7日に、まあ、九州から沖縄向け出発して、残念ながら鹿児島の沖合で、アメリカの戦闘機の爆撃に遭いまして、あの無駄に沈没したわけなんです、うん、でこれから、何年、百数十年後後の2199年に宇宙戦艦ヤマトがエスカンダルという星に向けて出発をします。うん、このアニメを見たり主題歌を聞いたりした人は非常に多いと思います。でも何のため宇宙戦艦ヤマトがエスカンダルへ向かったんでしょうか。その理由が、今日のクイズです。はい、うん、答え、ティーチ、ティーチ、はい、あのイスカンダルにあるというマブヤーストーン製造機を奪うため。イスカンダルにあるマブヤーストーン製造機を奪うため。はい、ターチ、ターチ、イスカンダルに地球を襲ってきたあのマジムン軍団の本部があるので、それを攻めるため。はあ、ターチは、マジムン軍団の本部が、本部がイスカンダルにあるのでそれを奪うため、はい、3番が放射能掃除機がイスカンダルにあるのでそれを取りに行ったと。ミーチ、放射能掃除機が
放射能を掃除するやつですか、はい、掃除機がイスカンダルにあるのでそれを取りに行くため、はいはい、この3つのうちどれでしょうか。あの正解者には沖縄手帳がかかっていますのでどんどんご応募お願いしたいと思います。ほう、これはウチナーマニアというよりはアニメが好きな人が分かりそうですね。そうですね、今日のクイズはね、はい、でこのコーナーの後で宇宙戦艦ヤマトの主題歌もちょっと流しますので聞けばピンとくるのがあるかもしれません。あ、歌詞に出てくるんでしょうか。はい、はい、皆さんぜひ今日は手帳もかかっていますのでティーターミーでお答えください。はい、はい、じゃあ宇宙戦艦ヤマト行ってみましょう。はい、ではお聞きください。答えありましたかね。わからんかった。ツイキャス来てます。野の中の銀のホタルさん、当選した3人さんおめでとう。キキマルさん、クイズに対して簡単すぎるが問題が傑作。マジモンとか言いたくなりそうですって。で、野の中の銀のホタルさんは、ミーチ放射能除去装置を取りに行ったと来ておりますね。今の歌に答えがあるということだったんですけど、私は分からなかったです。まあね、あの答えを分かってる人は分かる。そのものは出てこなかったですね。そうですね。うん、じゃあ回答は最後にやりますので、ぜひ最後までお聞きください。はいはい、島の言葉はしいね、国人はしゅん、人の内縄口講座ならちとらしー。はい、
人の千名口講座郵便、まあ、んじなったあの周りに会員、まあ、しくちのニーサルッチとか、まあ、ふたなわじゃソウルッチのウィビルハジンでおめびしがそうそういないかな、うん、まあまあまあうんぐとおるちぬちゃうんとってまあけいわじわじソウルふと、うんね、ビランが野菜まあたまにはあの訳した方がいいですか、うん、あのあなたたちの周りにこう仕事下手な仕事をしたりとかこう仕事があんましこうねできない人がいてイライラすることないですか、うんうん、はい、すごい完璧に訳してくれました合ってますか、はい、まあ女たち使える言葉ティーハゴーさんっていう言葉のアイビンティーハゴーさん。ティーハゴーさん。ティーハゴーさん。まあ、日本語で言うと、じれったいとか、うん、歯がゆいとか、と、うん、いうことです。まあ、ティーハゴーさんっていう言葉自体は、ティーというのは手のことです。うんうんうん、手、足のティー。で、ハゴーさんっていうのは、まあ、いろんな意味がありますが、一般的には、まあ、汚いとか、うんうん、不潔なというまでも使われますが、もしくはあの気持ちが悪いとか、うんうん、あのムズムズするというような表現でも使われます、うんうん、まあ、要は手が気持ちが悪い手がムズムズする要は手伝ってあげたくなる手がもう出てしまいそうな状態ですね、うんうん、手がムズムズする手伝ってあげたい、まあ、そういうことでティーハゴーさん、うん、まあ、要は歯がゆい、うん、まあ、面白いのが日本語だと歯がかゆいと、うんうん、いうふうに言いますけれどもうちのうちだと手がかゆいというような表現になるんですね。考えたらなぜ 歯がかゆいって言うんだろうな。それも面白いんですけどね。うーん、そうそう、その違い、これちょっと個人的に面白いなと思ってるうちのうちなんかマジムン軍団でハゴーさんって出てきそうな感じの出てますね。なんかハゴー、ハゴーなんかよく出てきますよね、うん、ハゴー、まあ、汚いっていう意味でよく使われてますけど、うん、まあまあムズムズするとか、例えば、まあ、これと似た言葉でヒサハゴーさん、フィサハゴーさんという言葉がありますけれども、足がムズムズする、うん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 、まあまあちょっとぬかるんだところ歩いたりとか、うん、ハブとかヘビが出そうな茂みを歩いたりとか、うん、崖っぷちを歩いてる時とかにはフィサハゴーさんって言ったりしますけど、足が気持ち悪い、足がムズムズする、これはまあ、うん、あのティーハゴーさんっていうのは自分自身じゃなくて人に対しての感情ですね、うん、もう手がかゆい、もう手伝ってあげたくなる、うんうんうん、まあ、まさにもう仕事が自分がやった方が早いんじゃないかと思うようなことを見てるときに、うんうん、明日もうティーハゴーさんのとか、うんうん、もうワンガスサとか、うんうん、っていうような、へえ、ちょっとこのハゴーの意味を私はもうちょっと汚いだけかと思っていました、うん、ムズムズするという意味は知らなかったですなるほど、そうだね、ハゴーさんってやっぱりね、うん、汚いとか、ね、汚いとか、不潔と、うんうん、何かにもマジモン軍団だっていう感じで、そばに寄るなっていう感じだからもしなんかもたもた仕事してティーハゴーさんって言われたら、えそんなにってなんか傷つくかもしれない、うん、そっかそっか、そうですね、沖縄の民芸品を作ってる会社で、うんうん、ティグマっていう会社があったんですね、うんうん、で聞いたらティーグマ、ティーグマさん、あははは、手が細かいっていう意味だったんですね、なるほどなるほど、ティーハゴーさん、うん、沖縄料理のお店でティーアンダーっていうのもありますね、 ありますね、野の中の銀の太郎さんがゆるの墓盗番ハゴーさんって、ね、まさに気持ち悪いという意味ではこれらに使われますね、あ、そうなんですね、へえ、珍しい、というわけでもし、まあ、周りになんかじれったい人がいたらナーティーハゴーさんのと言えばちょっとプレッシャーをかけられるかもしれません、ほう、じゃあ言っとき言いましょうか、じゃあこれでもきついですよね、きつくないですか、そんなに、まあ、お度合いを知らないとか使えない、うん、ちょっとニュアンスがつかみにくいね、うん、そういう言い方でね、うん、お前は汚いからあっち行けということだろうかねえ、ちょっとそんな風にも取られかねない確かに、うん、応援しようかとか、まあ、応援しようかっていうのはニュアンスあまり感じられないような気がするけど、ね、そうですね、リアゴさんだだだ、ティーハゴーさん、お前には負けせられないということだったら分かるね、お前あっち行けと俺がやると、まあ、日本語のじれったいとか歯がゆいっていうのもなかなか直接言うような場面では、うん、でもこれはそういうじれったいとか歯がゆいなっていうことなんですね、うん、そうですね、直接した意味になると、うん、はい、ティーハゴーさんでした、じゃあ行きます、ティーハゴーさん、はい、ティーハゴーさん、はい、
引き丸さんが手の油ですかティアンダーって、うん、ーってきてます、うん、ああ直訳したら手の油になっちゃうんですけど要はあの手の込んだ要は愛情たっぷりなという意味に捉えられますね、うんうん、これはいい意味ですよね、うん、はい、はい、おお、そうか。ちょっと羽子だけのなんかやつが知りたいですね。羽子さん、羽子さんの意味がちょっと汚いしか知らなかったですね。はい、今日は T 羽子さんでした。二、はい、ヘデビル、はい、沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。お相手は、はい、手帳発行人の前城です。編集アシスタントの与那覇仁と沖縄留学中の雪が FM ギノワのスタジオより生放送でお送りしております。 FM コザ FM 那覇でお聞きのグスーヨンヨタサルグトゥメッセージもお待ちしております。アドレスは OKINAWATECHOU 沖縄手帳@gmail.com です。それでは今日の沖縄の出来事です。はい、じゃあ今日の出来事から2つ選んでます。1つはあの10月10日の重々空襲です。那覇市壊滅的な被害を受けた1944年ですね。もう今ではですね重々空襲というと、何なのという方も多くなっているんですけど、これは那覇市沖縄の人にとっては忘れてはいけない日の一つなんですね。